こんにちは、メアリのブライス関連小物紹介です。最近気づいたんですけれども、ジュニームーンさんのオンラインショップでブライスマインドフルメッセージカードっていうのが発売されてました。各ね7枚入りで、それぞれにメッセージが書いてるそうです。ちょっと内容を詳しくは知らなかったんですけれど、ついつい大人買いしてしまいました。8色出てたので迷わず8色買ってしまったんですけれど、またやらかしちゃったって感じですね。本当に買い控えしないとって思いつつ、もう手に入らないかなと思うとね、手が出ちゃう感じですよね。ということで、とりあえず1個開封してみたいと思います。これね、正面表に出てるのはこう一人ですけれど、7枚全部違う子が入ってるっぽくって、1個ね550円税込みでした。なんでね、もう全部揃えようと思うと送料込みで5000円ちょいかなっていう感じですね。ひとまずアリスちゃん、うちにいる子をね開けてみたいと思います。あ、今気づいた、みんなうちにいない、アリスちゃんだけです。なんでうちにいる子なんで、ひとまず開けてみたいと思います。すごい、こんなにいっぱいいるのにアリスちゃんしかいないうち、マジか。こんな感じです。開けると多分これ中に入ってる子たちがこんな感じなんでしょうね。この7枚の中でも私アリスちゃんしかいない、もう全然うちには全然いないんだなっていうことを改めて感じましたね。じゃあくっついてます、こんな感じ、破けちゃいそう、ここは結構しっかりくっついてます。あ、両面テープ、両面テープでこんな感じでくっついてました。開けてみます。この2枚だけがね、キラキラカードみたいです。わかります？なんかそれぞれ多分2枚ずつキラキラカードが入ってんじゃないかなと思うんですけど、こんな感じです。で、後ろを見ると、あ、ちゃんと後ろにメッセージが書いてるんですね。信頼すること、信頼されること、トラスト、そうですね、動物人間すべての生き物に優しさを、こんな感じでね、またこう7枚なんで全部で8セット56枚、全部で56枚のオラクルカード的なものが手に入りました。ということでね、また占い師的なことをそのうちやってみたいなと思ってます。でもすごい可愛い、このキラ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 カード、キラキラカードすごい可愛い。なんか自分が持ってない子もこれでいっぱいこう知れるので楽しいですね。過去の子がすごいいっぱい出てます。過去の子がすごいいっぱい出てて気づいたんですけど、もしかしてグッスマブライスがいないかも、高富さんのブライスばっかり乗ってるかもしれないです。ということで、全部はね開封しませんが、そのうちまたね、こう簡単占い的なものでこれを使用して遊んでみたいと思います。その時にね、こうどんなカードが入ってるのかなって見ていただいてもいいですし、もうね売り切れになる前にこのカードゲットしてみてもいいんじゃないかと思います。結構ねこれ系のカードすぐなくなっちゃうんですよね。私オラクルカードも2セットか3セットを買っとけばよかったなって後悔しましたもん。なんかめっちゃ使ってたらすぐ汚れてね、傷んじゃいそうだし、
なんか予備があってもよかったかなと思ったりしました。ということで今日はブライス関連小物紹介、ブライスマインドフルメッセージカードの紹介でした。まだねこれがあることを知らなかった人とか、買おうかなと思ってどうしようって悩んでた人の参考になるといいです。ではまたね。